石の上にも3年雨だれ石をうがつ、どちらも努力の継続の大切さを伝えることわざですよね。その両方に使われている石、その硬さゆえに一つ加工をするにも様々な工夫努力が必要なんでしょうね。今回はこうした墓石などを手掛ける高岡市の企業を訪ね、石造りの伝統と技に迫ります。ネッツ、ものづくりのその先へ。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りします。高岡市福岡町で90年以上にわたって石を扱う山岡石材工業、原石の採掘から加工販売までを行う一貫体制で、墓石をはじめ石像や観光名所の石碑など石を使ったさまざまな製品を手掛けています。まずこの山岡石材さんが使ってらっしゃる石ですね、どのような石になるんでしょうかね。はい、当社で福島県で採掘している貴山石という石があります。これが貴山石なんですけども、左側が、目が細かくて色が濃くて綺麗じゃないですか。本当ですね、近くで見ると本当に繊細な模様が、自然の力で生み出された美というか、そういうものを感じますね。それがこちらだと採石場で100トンの石削り出したら40トンから50トン製品になりますけども、この貴山石の場合だと100トンの石からだいたい2トンぐらいしか製品にならないんですね。ぶどまりも悪いですから、やっぱり傷とか柄も多いんですね。ですからその分の原石の見極めとか、石を採掘するときには石にも目ってあるんですね。目っていうのは石が割れやすい設備のことなんですね。この目を見ながら火薬の量も調整しながら掘っていくわけです。正確に石の目を見極めて葉っぱ、掘り出した石は自社の工場に運ばれます。企業としての強みですね、どういうところだというふうに思ってらっしゃいますか。やっぱり石を掘って磨いてる会社ですから、リフォームとかあと修理は強いですね。圧倒的に例えば5000度のお墓、これを磨き直してきれいにして、基礎の部分とか舞台の部分をきれいに新築しましょうかとか、そういうようなところでは私ら強みですね。巨大な原石をいかにして加工するのか、山岡石材工業のものづくり、その本社工場へ。これが大きな原石を最初に細かく切っていく。これ近づいてみて分かりましたけど、ものすごいサイズですね。直径どれぐらいあります？大体3.4 メートルぐらいで、今これが日本で今ある石を切る一番大きな、日本最大、日本で最大です。おー、すごいものが富山県にあるんだ。おー、動いた。結構高速で回りますね。早いですよ。この日本最大の大口径石材切削機があるからこそ、縦横 1.8 メートル以上の1枚板も切り出すことができ、大きな墓石を作ることが可能になります。この大きさの石の場合、切り込みの深さは1往復で 1.5 センチほどのため、切断するのに4時間以上かかります。だからこそ大切なのが、効率のいい取り方しないとロスが出て、中から柄とか傷が出る可能性もありますから、注意して石を取っていかなくちゃいけないということなんですよ。このサイズがこのまま製品になるとは限らないということなんですね。やっぱり石にも硬い柔らかいとか性質の違いがあるので、送りの速度と下がりの量を何ミリにするかがもう石によって違って、実際に切った後の石なんですけども、断面ですねこれ、はい、うわすごい、綺麗ですね、はい。まあ、ちなみにこれは学校の跡地の記念碑の、あ、これがそうなるんですね、はい、切る場所によって見せ方とかそういうのも変わってきますので、はい、今後何十年何百年と残っていく。本当ですね、石というものがもうそれこそ
長い年月かけて作られたものですから、はい、この先流れていく象徴としてぴったりのお仕事をなさってるってことですね。大きく石を切り出したら細かな加工に入ります。狙った形に削る成形の作業、さまざまな道具を駆使し人の手で仕上げていくんです。おうおうおう、本当に手の感覚だけなんですね。そうですね。今削っているのは外柵の立ち上がり部分、角に丸みを持たせる銀南面に仕上げていくのですが、これってやり直し効かないですよね。はい、一発勝負です。一発勝負ですよね、ドキドキですね。ハスの花や複雑な形をした石像の造形も職人の手作業、腕の見せ所です。こちらは文字を彫る工程、鉄砂と呼ばれる研磨剤の粒子を高圧で吹きつけて削ります。筆で描いたような書体を再現するため、彫る深さや太さを調整する微妙な力加減と文字の美しさを生かす感性が必要です。緻密な加工技術の粋を集めたのが山岡石材工業独自の扉構造。それを閉じるとここがピタッと止まってまっすぐになる。扉に見えないですね。一枚の石のように見えますね。はい、ありがとうございます。でもどうですか、やりがい感じる時ありますか。まあ、たまに建てに行くとこともあるんですけど、お客さんから喜んでもらってて嬉しいなっていうのはあります。特にこのカミソリ扉は精度が必要で、お墓でも重要なところ、まあ、人間とかでいう心臓の部分に当たるんで、まあ、責任感はもう感じてます。いい仕事なさってますね。最後に磨いて美しさを演出。この磨きの工程だけで8工程もあります。これ今実は最後のバフという工程なんですけども、非常に難しくて力加減も必要ですし、強く当てすぎても石が焼けてしまってうまくできなかったら艶が出ないんです。これもしかしてちょっと湯気が出てます。はい、摩擦熱です。摩擦でこうなるんですか。はい、そして仕上がったものが、うわ、窓の明かりがまんま鏡のように映ってますもんね。艶の程度は光沢計という機械で管理し、高い基準を保っています。98.6、もうほぼ 100% に近いところまで磨き切れているということですね。はい、うわー、驚きました。石に向き合っていると石の魅力みたいなものってのを感じたりすることはあるんですか。あ、やっぱり種類によっていろんな表情がありますし、同じ種類であってもやっぱり一つ一つ目がちょっと違うとか、そういう細かい違いがあるので、まあ、そういうところが石の魅力だと思います。自分より長生きするものを作ってるのかなとか考えると、なかなか感慨深いものがあります。この仕事のやりがいってどんなところに感じますか。そうですね、やはり石材はやっぱりお墓とかに使われてかなり精神性の高いものなので、まあ、やはり作る側としても心を込めて作っております。この後はネッツトヨタ富山の親子フットサルイベントの様子を紹介。仲間と考えて悩んでチャレンジして、ものづくりには夢がある。ハッピーな未来を描こう。ミラコン。先月3日、ネッツトヨタ富山富山西店などは射水市のサッカー場で親子でフットサルなどを楽しむイベントを開きました。富山西店では地域を盛り上げるために、こういった地元のスポーツ施設を使いまして、お子様たちを中心としたイベントをすることで盛り上げたいと思っております。会場ではサッカースクールともコラボし、元プロサッカー選手のアマラオさんの指導を受けたり、ゆっくりね、いいね。
サッカーボールを使ってボーリングをしたり、好きなイラストを描いてオリジナルの缶バッジを作ったり、親子でさまざまな遊びや運動を楽しみました。コロナの影響でこういったスポーツですとか、みんなで遊ぶという機会が失われていますので、そういった機会を作ることで人生の必要な経験をさせてあげたいなと思ってます。一緒に運動遊びできるっていうのと、なんかお土産もらえるっていうので来ました。缶バッジ作ったよ。今日はサッカーがみんなで子どもたちも遊べるって聞いたので、楽しみにサッカーをしに来ました。楽しかった。外でサッカーしてくれてよかったです。普段しないんで。家族一緒に運動ができただけでなく、プロスポーツ選手との交流もできて、みんな楽しめたようですね。考えて悩んでチャレンジして、ものづくりには夢がある。ハッピーな未来を描こう。ミラコン、ネッツトヨタ富山はミラコンを応援しています。夫婦二人だし車は何でもいいわって言ってた妻が、この子じゃなきゃ嫌だなんて今は言ってる。ネッツトヨタ富山。高岡市福岡町に本社工場を持つ山岡石材工業。石を使ったさまざまな製品を手掛けるほか、墓石のクリーニングやリフォームも行っています。企業としての今後ですね、はい、どのような展望をお持ちでいらっしゃいます、はい、やっぱりこれから若手の技術育成、職人の育成が一番今後大切だと思っております。あとは自動化とか機械化の方も今後進めていく予定ですし、時代に合わせた変わるところと、あと変えてはならないこの職人魂というか、繊細な技的なところの承継と両方面でやっていきたいかなと思っております。ものづくりのその先へ、そこには情熱、そして夢があふれています。この番組は富山のものづくりを応援するネッツトヨタ富山がお送りしました。